デビュー。それは歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。最もきらめいたレビューを見せ、少女の心に火を灯した方には、未知なる主役への道が開かれるでしょう。レビューの開演です。守り包まれ、つぼみを開きて、導かれたるプラチナの道、涙に濡れたる思い文、秘めて歩み出したる翡翠の夢道、フラウヤーで夢王子しおり、共に行きます王の頂き。きらめくゆえに陰りを知らず、無くなるゆえに痛みを知らず、なれば寺さん青き灯火、玉座のプラチナ、王者の舞台を。フラウザフィーヤ、大鳥満ちる、我が宿命は王と共に。満ちる先輩。そう、しおりなんだ。時を超えた永遠の戯曲、未知なる主役の座をかけて、歌って踊って奪い合いましょう。始めようか、しおり。チル先輩が相手だなんて。でも私負けません。負けない。強くなったね、しおり。決めたんです。私が未知なる主役になれば、あの人を倒して頂点に立てば、きっと思い出す私とのあの日の約束を。きっと振り向いてくれる。もう一度私に。かわいいね、しおり。がむしゃらで一生懸命、甘くて優しい乳白色の翡翠のきらめき。でも意気込みすぎて視野が狭くなってる。周りが見えなくなってるよ、しおり。今戦ってる相手が誰なのか、ちゃんと理解しないと。ミチルは負けないよ、誰にもね。フラウザフィーヤとして、最小としてやるべきことがあるから。嬉しいな、嬉しいよ、アンドリュー。またお姉ちゃんたちの舞台が始まった。またお姉ちゃんたちの舞台が見れる。お話を書く手が止まらない。そうだね、なるのはミチルじゃないけど。ミチルは未知なる主役には興味ないから。じゃあどうしてレビューに参加してるんですか。未知なる主役に、あの子、永遠の存在に、あの子を。それが私の使命だから。Thank you.
と力入っちゃったかな。ほんと困っちゃうよね。未知なる主役に興味ない。まあね、まあ、ミチルがまたいろいろと動いて用意して整えて、あの子を必ず未知なる主役に。私なんだよ。え？